こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。どこら辺でしたっけ。なんかちょっと今日は最初暗い話から入ろうかなと思ってるんですよ。お話始めさせてください。だから皆さんこんなことって思ったことないですかね。例えば自分が選んだけれど第二外国の授業とかのクラスとか、例えばよく分かんなくけど友達についてっちゃったサークルの中とか、なんかここめっちゃ居づらいなみたいな、クラス替えがうまくいかなかった時のクラスとか、ここなんか居づらいな、早く帰りたいなみたいな、なんなら早く帰ってゲームしたいなみたいな、こんなこと思ったことってあったりしますかね。で、僕は実はこれこそすごく感じるタイプだったんです。なんかそこにもちろん当たり前のように楽しんでる人たちもいるんですよ。いるんですけど、そこにいる自分がすごく異物に感じる、そんな瞬間って感じたことはありますかね。今日のスピーチのテーマは、この時代の集まりというテーマでお話をしたいと思ってます。でですね、はい、申し遅れました。ちょっと自己紹介させていただきます。今、キム・ヒョンチョルと申します。シェーカー株式会社という会社を、2013年に創業して、大学卒業後すぐ創業したんですけど。で、あと今、ゼンテクという会社の取締役 COO と CTO。やってます。先ほどご紹介いただいた通りのことがここに書いてあります。で、僕が一番自分の原体験が強いのは、自分が在日コリアの3世として世の中に生まれたということです。皆さん在日コリアの3世って、在日コリアって聞いたことあります？なんか手を挙げてもらえると、お、結構いるな、ありがとうございます。要はなんか植民地の時期に、父親と、祖父と祖母が、日本に来て、で父親と母親が生まれて僕が生まれたという、そんな存在になんですけれども、ちょっと幼少期から話します。幼少期僕は訳あって鎌倉で生まれたんですけど、訳あって新潟の六日町という場所で幼稚園を過ごしました。で、その時は別にもう国籍とか関係ないので、目の前にあるものがひたすら楽しくて、ただただ無邪気に入れました。そんな無邪気にいて楽しかった幼稚園の時代っていうのがありました。でですね、小学校から朝鮮学校という民族学校に通うことになりました。このタイミングで朝鮮学校通うために名古屋にわざわざ引っ越したんですよ。でですね、ただもう幼稚園で一回ちょっと日本の文化に馴染んじゃったので、ちょっとなんか自分の中で幼稚園自体も民族学校あるんですけど、ちょっとこうなんだろうな、出来上がってる文化みたいなのがあって、自分が入り込むこと自体がちょっと異物だなっていう、自分自体が異物を乗り越えようと、ちょっとこうひたすら、たまたま頭良かったんですよね。たまたま良かったんで、めちゃくちゃ勉強とかして、ひたすらこうスポーツとかも頑張って、なんか努力によって異物感を乗り越えようみたいなことを頑張っていました。でですね、今度中学校1年生です。小泉総理大臣ってご存知の方、2002年に小泉総理大臣が初めて北朝鮮というか国に行きました。その時にですね、これは国交正常化交渉だったんですよ。国交正常化交渉って、北朝鮮と日本に国交ができるかもしれない交渉だったんですけど、その時に起きたのが拉致問題の発覚です。で、中学校1年生の時にすごい多感な時期に拉致問題の発覚が起きて、で在日コリアの僕らの朝鮮学校の人たちとかって結構普通に拉致問題ってないと思ってたんですよ。なんでないって思ったかっていうと、日本の情報欲しければ俺らに聞けばいいじゃんみたいな。父親も母親もパニックですよね。もう論理的にないと思ったものがあって、しかも人道的に悪かったみたいな。すごいパニックで、なんかもう韓国籍になる人たちもいっぱいだし、もう日本籍を選ぶ人もいっぱいだし、だから自分たちが存在してていいのかなみたいなことを感じるっていう。で、中高それ以上にもいろいろありました。例えば僕が中学校高校の時って、拉致が分かったと思えば今度はミサイル飛ばすし、でミサイル飛ばすと学校に電話来るんですよ。なんか学校に電話来て、学校がいや、お前ら爆発するぞ、爆発させるぞみたいな。なのに今日常茶飯事になりすぎてて避難もしないんですよね。そんな流れで、あと核の問題が起きたりとか、だから中学校高校って一番多感な時期に、自分っていう存在がそもそもなんか世界にとってすごい異物だなっていう、別に行ったことない国だったんで、正直その何とも言えないですけど、関係ないとも言えないみたいな、すごい異物感を感じてました。で、その時の言葉を、ことを自分が思ったことっていうのを一言で言うと、自分にただありのまま普通にいていい、なんか故郷とか母国っていえるような場所、生きれる場所ってないんじゃないかなみたいなことを中高生の頃思っていて、要は先ほど話したなんか
ここはちょっとなんだ居場所じゃないんじゃないかなみたいな。で最初に冒頭に話した話はもう僕自身の話です。僕はもう結構どこでもそれを感じていて、まあ、幼稚園からも感じていたし、まあ、幼稚園から小学校に入った時も感じていたし、そこから、まあ、日本大学に入っても今度はこの慶応大学に入りましたけど、なんだろう、1学年60人しかいないところから一気に1000人とか2000人のところに入っていって、まあ異物ですよね。で今日はコミュニティの話をするって言いました。なんでこの異物の話とコミュニティの話かっていうと、僕がとあるコミュニティっていうか、まあ、いろんなコミュニティと出会うことによって、まあ、自分が異物であることをもう一回対峙できたっていう、そういうストーリーなんですけど、皆様大事にしているコミュニティ、家族以外にありますか？あるよって方。お、なんかさすが、いっぱいいる。そうですね。まあ、別にコミュニティで大きな国じゃなくても、なんかグループとか、ずっともとか、そんな感じです。僕にもありました。これ、TEDxKO2013 です。ここにいるのは僕です。で、そこら辺になんか僕の TEDxKO の仲間が来てくれてます。まあ、単純にスピーカーの話を一緒に作っていくだけですごい楽しくて、だからただただありのままにすごい深めていくっていう作業がすごく楽しかったんです。こんな舞台を作ってました。今日ここなんですけど、北館って場所の校舎でやってました。で例えばこの時登壇してくれて、僕がスピーチ一緒に作っていった福井君って子は、その後 TEDxKO ハイスクールっていう、まあ、高校塾校で TEDx を開いてくれたりとか、で、あるいは2015年に TEDxKOU って形で当時関わったメンバーが新しい TED を作ってくれたりとか。で、まあ、すごい仲いい友人もできて、彼歌舞伎役者なんですけども、中村勝太郎さんという方で、今でもすごく社畜させていただいております。そういう意味で、なんだろう、TEDxKOU を今日この場に立ってることすごい嬉しいんですよ。なんかそういうのは繋がってくるっていうことで、今日すごく感謝をまずしてます。もう一個好きなコミュニティがあります。第一部からいた方は話聞いたかもしれないですけど、文明塾っていうコミュニティがありまして、僕3期で入ったんですけど、あと1000人の OBG 会の運営もちょっとしました。2010年に入塾して、まあ、16年から19年に OBG 会の運営をしてました。例えばこんな感じで、なんか大学とか入ると60人から1000人なんで、一方的に聞いてる授業に意味が分かんなかったんですよね。結構ウェットなコミュニケーション欲しくて、こんな感じでこういろいろみんなと話しまくるみたいなのが楽しかったっていうような。でここでもこんなイベントをしたりとか、懐かしいですね。これ2年前ですね。文明塾すごい大事なコミュニティで、なんで大事だったかっていうと、自分が自分らしくただ振る舞ってるだけなのに、だから誰かが喜んでくれる、ただありのままにいるだけなのに誰かを喜ばせることができる、それって居場所じゃないかなって僕の中では思ってました。だからいつの間にか異物じゃない自分がいられる場所っていうのがあって、そこがすごく僕にとって国とか地域に故郷はなかったんですけど、そういうあるがままでいても良いコミュニティっていうのは僕にとって故郷って言っていいんじゃないかなと思ってました。で、そこから会社を立ち上げます。僕のミッションも会社のミッションも世界中を故郷にするんです。はい、皆さん、今個人の個の時代ってすごい言われてます。1年生多いって聞きましたけど、まあ、例えば副業とかフリーランスとかめちゃくちゃ増えてるんですよね。その大企業にずっと勤めるっていうイメージがあんま分かんない人ってすごい増えてきています。でも僕は個人の子っていうよりかは孤高とか孤独の子の時代じゃないかなって結構思っています。なぜかというと、まあ、なんだろう、例えば個人の子って言っても、例えばインフルエンサーですごい有名な人の真似をし続けるとか、そういう人はいっぱいいても、もっともっとオリジナリティを持って自分で頑張るって人がやっぱ本当はいて、そういうここであり続けなきゃいけない、オリジナルであってさらに結果が必要な時代になってきてるなというふうに思ってます。すごい生きづらいですよね。でも多様性のためにも仕方なかったりする。で、それってどういうことかというと、さっきの話とつなげると、異物が異物であり続けることが、まあそこに価値が生じてしまう時代になってきてるんです。でも異物といっても人間なんですよ。で、まあ、孤独を分かち合いたいとか共感し合いたいとかって思いは絶対誰にもあって、まあ、僕もやっぱ常に思ってはいたし、だから逆にこの時代だからこそコミュニティの時代って最近言われてるんですよね。一番有名なのは Facebook が F8 っていう発表からやってるんですけど、まあ、2018年からコミュニティ作りを新しいミッションにし始めています。
あとはまあ、持続可能なコミュニティって言葉は去年ぐらいからすごく流行り始めました。でももう一個思ったんです。本当にコミュニティの時代なのと。これは僕の原体験、実体験からです。約1000人のコミュニティの運営をしてたって言ったんですけど、200人300人の頃まで良かったんですよ。ある程度顔も見えるし。でもなんかコミュニティでそんなに継続でないんじゃないかなって思うようなことが増えていったんですね。要してしまうとコミットメントが高い人のボランティアにすごく依存する。要するに皆さんが好きなサークルとかゼミとか、多分真ん中で支えてくれてる人がいなかったら多分続かないんですよね。その人辞めちゃったらどうするのっていう、自分やりますかっていう、いつまでそんな状況を続けますか、続けますか、あるいはそういう義務を誰かに負わせますかっていう。ちょっとその価値って話、コミュニティの価値とか消費って話に対して価値の生産と消費についてちょっと客観的に考えました。場の価値、今日このイベントもそうなんですけど、場には価値があって、僕話してる側なんて多分生産側なんですよ。で今日素晴らしい登壇者の方々みんな生産してくれてる。でもそれを消費してくれてる人がいるから場は成り立つ。要は来てくれてありがとうございます。なんですけど、本当にいいコミュニティっていうのはそれが消費した人がまた何か生産したりとか、生産者が消費者側に回ったりとか、シームレスに入れ替わり続けることが本当にいいコミュニティだと僕は思ってます。けどそんなうまくいかないですよね。単純に、まあ、生産者と消費者の距離ってすごい開いていって、生産者が固定されてしまう。するとただただ義務が生じるんです。痛かった場所が義務でいなきゃいけない場所になってしまう。僕が経験したさっき言った福沢文明塾会の OB 次会運営はこんな感じでした。 そして僕はこの2019年3月に一度運営を閉じました。要するに僕は故郷を一つなくしました。じゃあどうしようって思った時に、でも続いてほしいですよ、すごい楽しいこといっぱいだし。じゃあ僕はコミュニティを経済機にしてしまおうっていうアイデアを思いつきました。これどういうことって話なんですけど、例えばなんですけど、僕のコミュニティすごいその3年間で面白いこといっぱいありました。なんか大分の林業家についてって林業体験をさせてもらうみたいな、もう20人ぐらい連れてたんですよね。そこにしかないような体験ですよね。例えばまあ千葉にある某国民的テーマパークの運営会社の方に案内をしてもらうと、普通になんかお金払ってもいい体験なんじゃないかと僕は思うんです。じゃあこれ上が僕が今やってることの全体像なんですけど、マクロの話はさっきしました。要はコミュニティを経済圏化することによってコミュニティが続くことってないかなっていうのが僕の思いになりました。で何やってるか、アプリ作ってます。コミュニティを小さな経済にするアプリっていう、ティティって呼びます。ティティってちょっと可愛いじゃないですか。で売る買う集まる続くっていうコンセプトでやってます。何やってんのって話なんですけど、コミュニティの中でまあ自らのさっき例えばまあ某テーマパークを案内するとか、そういう体験やスキル、あるいは物の売買、あるいはイベント企画ができるようにするようなアプリです。で売る買う集まるから続く、なんで続くのかっていうと、コミュニティにお金が還元されます。最後これは国と同じで、売買が起きたら消費税が生じるみたいな。でコミュニティの運営にお金を還元しましょうというようなモデルです。で具体的にどういうことってんですか、売買については上の方で扱ってます。簡単に言うと、さっきの話もそうなんですけど、その場にしか出ないような商材ってあるんで、それを享受できるってすごい嬉しいじゃないですか。でかつそれが買えば買うほどコミュニティが元気になるみたいなものを一個上でやっていて、売上の一部がコミュニティに還元されることによってコミュニティが続くと。具体的にどういう仕組みですかという話なんですけど、普通にコミュニティ作ったり招待を受けることができます。で出品して自分の得意なことや案内できる体験を出品します。で購入されるとコミュニケーションが生じたり、レビューは俺がフィードに流れるのでコミュニティの中で口コミが生まれます。で売上の一部はコミュニティに還元されて、還元されてるお金からもう一回テッド開こうよって言われたらお金が払われるっていう仕組みを作ってます。具体的な出品事例なんですけど、例えば、まあ、車旅のベンチャーやってる子が格安グランピング提供してくれたりとか、例えばお茶の家元がお茶の立て方直接教えますみたいな。で経済圏って何かっていう話なんですけど、まあ消費が生じることによってみんな得意が集まって、得意によってコミュニケーションが生じるとすごいいいんじゃないかなっていうことを考えてるんです。しかしながらコミュニティにはもう一個価値があるはずなんです。得意なものをやり取りするだけじゃなくて、そんななんかね冷徹な話じゃなくて、
たださっきの話じゃないけど、ありのままにいる人たちが集まることにも価値があるはずだと。そこを次着手します。ここですね。具体的にどういうことやってんのって話なんですけど、今までなんか飲み会やるときにもう一人とか二人呼ぶインセンティブってあんまないじゃないですか。3人で集まるなら3人で集まろうと。それって店側からすると4人席に2人や3人で座ってるっていう、その分ロスが生じてるんですよ。だから4人集まったりとか宴会場の席を埋めてくれたらまあお得があるよとか割引が効くよっていうモデルを作ってます。ただ集まるだけで仲良くなってコミュニティが盛り上がって、しかもお店にもお店アクティビティもお金が生じるっていうモデルを次12月からやる予定です。僕の考えるコミュニティの未来は、集まるだけで、ただありのままに入れるだけで、みんなと話せるだけで、大事な故郷が続いてみんなの力を借りられる、そんな未来を描いてます。僕らのメッセージは、誰かの大事な居場所がなくならないように、続くように、増えるように、そんなメッセージで会社をやってます。最後に僕の大事なコミュニティいくつか紹介させてください。これ去年のやったイベントですごい楽しかったです。これも僕の会社の3周年、5周年か。で最近ですね、さっき幼稚園の話を確認したんですけど、幼稚園の時の幼稚園の時しか友達じゃなかったことを18年ぶりに、大学時代に会ってスーパーエリートサラリーマンだったんですけど、最近うちの会社にジョインしてくれて役員に入りました。この左側の男です。こんな風にコミュニティの価値って、次また会えるとか次の交差点でまた出会い直せるみたいなことがあるんじゃないかなって僕は思ってます。